福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームを、はい、この場面で打席にはアルモンテが入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。打ちました。セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター田中、まあ、大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。チェンジアップを見極めます。3球目打ちました。センターランセカンドランナータッチアップ、ツーアウトランナー3塁と変わります。バッターボックス銀次、先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。変化球空振り、試合終了。試合を制したのはソフトバンクホークスです。